皆さん、こんにちは。昨年末から騒がれていた篠田麻里子さんの離婚騒動、ついに決着がついたと篠田麻里子さん自身が報告しました。しかし、2人が争っていたのは2人の関係を夫婦でない形にすることではなく、篠田麻里子さんが所有する資産だったり、子供をどうするのか、また不倫事件を認めるのか否定するのかなどでした。今回は篠田さんの離婚について徹底調査しましたのでご紹介します。篠田麻里子さんは夫の高橋優太氏と連名でインスタグラムを通じて報告文を公開しました。離婚のご報告、この度は夫婦間のことで世間をお騒がせして申し訳ございませんでした。夫婦間の問題について無事に解決しましたことをご報告させていただきますと発表。今後の子育てについては、これからは娘の父親、母親として協力して娘の子育てを行ってまいりますと、その心境を綴りました。篠田麻里子さんは元 AKB メンバーで、神セブンと崇められるほどの人気メンバーとして、その名と美貌を世に広め、富と名声を得ました。2013年に卒業して以降は、タレントや女優、また、アパレルブランドなどを手掛けるなどで生計を立てていました。そんな篠田麻里子さん、2019年一般男性と結婚、玄米を食べて育ったなど共通点が多く、交際0日プロポーズに至ったことから玄米婚が話題となりました。一般人である男性と祝福、めでたく結婚しています。同年には第一子を妊娠していることを報告し、2020年には長女を無事に出産しました。ベストマザー賞2021芸能部門を受賞。さらに同年には子育て応援、ママ応援大使に起用されて、さらに注目を集めていました。このように公私ともに極めて順調であったはずの篠田麻里子さん、ところが2022年にいいお母さんであり旦那を尻に敷く良き妻という作り出していたイメージを台無しにするような事件を起こします。それが実業家既婚男性と不倫していたという内容でした。篠田麻里子さんが不倫を原因としたものとみられる、かなり派手な夫婦喧嘩をしている様子が音声データとしてネットに出回り、芸能人としては致命的といえるようなあまりにも生々しいものでした。しかも篠田麻里子さんが旦那に向かって必死に謝罪する様子がショッキングで、世間には驚きが広がりました。その夫婦間の音声データの内容は想像を絶するものでした。旦那から不倫の証拠として LINE のやり取りを持ち出されると、篠田麻里子さんは旦那に逆に気持ち悪いと発言します。もっとも旦那が長女に会って耐えられなくなったと断罪すると、一転して篠田麻里子さんは寂しかったから不倫したという趣旨の発言、やり直すチャンスが欲しいという発言をしていたのでした。挙句の果てには篠田麻里子さんはかなり追い詰められてしまったのか、ベランダから飛び降りると示唆するようなことまで言い出したのです。にもかかわらず篠田麻里子さんは自らのインスタグラムにおいて、自身が不倫をしたという事実はないと否定しました。このトンチンカンな投稿がさらに火に油を注ぐ結果となり、さらに世間で論争を起こしてしまう結果となりました。この不倫騒動によって篠田麻里子さんの旦那は長女と一緒に家を出て行ってしまったのです。そして結局篠田麻里子さんと高橋さんは直接的なやり取りはできなくなってしまい、それぞれ弁護士を雇った上で長女をめぐり看護者を指定するための調停をするという事態になりました。2023年現在、まだ結婚から4年、出産から3年しか経っておらず、儚くも短い束の間の幸せはこうして崩れていきました。篠田麻里子さんはこの一件で次々と企業 CM や広告の契約を切られてしまい、仕事が激減する状況に追い込まれます。不倫流出 LINE などガセネタである可能性も低いときては、その負の連鎖を止めることはできなかったと推測できます。しかし当初は篠田麻里子さんが悪かったかのように思われていた不倫騒動は、親族が証言し彼女が旦那から脅迫を受けていると明かします。
旦那さんである高橋さんは篠田麻里子さんとは離婚する意向で、離婚する条件として彼女に対して慰謝料8000万円の支払いを求めています。なお、高橋さんから篠田麻里子さんに送られてきたメールには、離婚に関することが世間に明かされた場合、篠田麻里子さんにどういう悪影響が及ぶか、篠田麻里子さんの稼ぎや信頼などを踏まえても8000万円は妥当だといったことが記されており、完全に多額の金額をゆする材料として不倫騒動を利用していたとし、篠田麻里子さんだけではなく旦那さんの高橋さんにもかなり問題があったということが発覚します。世間の篠田麻里子さんを批判していた風潮は、旦那もモラハラでどっちもどっちなんじゃないかという声も増え、まさに落としどころのない泥沼へと事件が進むことになってしまいました。今回の発表では、篠田麻里子さんが完全否定していた不倫について、高橋さん側から、私はこの度の件について麻里子の言葉を信じることにしましたと心境を綴り、私たち家族の個人的な問題につきましては今後報道を差し控えていただけますと幸いですと伝えている。なお、投稿文にて篠田麻里子さんは、この度は私たち夫婦間のことで大変皆様にご心配をおかけいたしましたが、話し合いにより離婚することに合意し、夫婦間の問題が無事に解決しましたことをここにご報告させていただきますと改めて離婚を報告。多くの方々にご迷惑ご心配をおかけしてしまいましたが、どうぞ温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたしますと締め、一連の事件を終結したことを報告しました。しかし結果どうなったのか、曖昧なままにして事件を無理やり二人で収めたという形にしたのか、疑問が残るところとなりました。そもそも二人で解決しないといけないような夫婦間の問題を高橋さんが世間に告発し、嫁の信頼を落とした上で娘さんとお金を巻き上げることを計画し、今回の騒動まで発展したわけです。不倫の有無はさておき、娘のことを一番に考えているというスタンスで、娘を出しに世間にお涙頂戴して離婚で儲けようという計画も無理やりな力技すぎて、篠田麻里子さんの世の中の信頼を失墜することができても、自身の欲しいものが手に入ったのかと言われると、そういった状況ではない様子です。元旦那である高橋さんは、家の収入のそのほとんどを篠田麻里子さんが賄っていたこともあり、夫婦の力関係は篠田麻里子さんの方が上でした。確かに口論など揉めることは増えていました。離婚の文字がよぎることもあったと聞いています。彼からはもっと家にいてほしいという要望もあったようです。でも家の経済的な大部分を担っていたのは彼女ですし、夜出かけるというのも仕事だから仕方ないのにと、篠田麻里子さんの周りも語るように、高橋さんの動きはいくつも不審な点があり、世間的にも高橋さんは良識人ではないという、旦那さんもイメージダウンは予想していなかったところかと思います。それを今更、麻里子の言葉を信じることにしました。なお、私たち家族の個人的な問題につきましては今後報道を差し控えていただけますと幸いですと発言するのは虫のいい話ではないかと思われます。世間に告発して自身にも追及が来るという覚悟もなく、結婚までした嫁を悪者にした結果、自身が責められたら慌てて事態を収束させる方向でいく。正直なところ、篠田麻里子さんに愛想づかされていなかったのが奇跡と思えるくらいには仕方ない人だというのが高橋さんの印象としてついてしまったのではないでしょうか。実際に世間の反応の大半が、篠田麻里子を擁護はしたくないけど旦那は意味わかんなさすぎでしょ、金が取れないと踏んだら今度は旦那面して家族をって感じのスタンスに変えたわけね、ぶっちゃけ篠田は離婚したことで勝ちだと思う、篠田男の見る目なさすぎなど、旦那さんである高橋さんの行動で離婚篠田麻里子の勝利というイメージになってしまっていると言わざるを得ないかと思います。不倫告発するのであれば最後まで覚悟を持ってやってほしいものですね。皆さんはどういった意見でしょうか。よかったらコメントでご意見を聞かせてください。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。